誰逃れ明美がツイッターで過去に胸のしこりを除去する手術を受けていたことをカミングアウトした。自身のそういった経験から若い女性たちに病院で検査を受けることは大切だと呼びかけた。胸に違和感、しこりがある方はすぐに病院に行ってくださいと呼びかけた誰逃れ。自身は20歳の頃胸にしこりがあったため病院で検査したところ、悪性ではなかったが、しこりを除去する手術を受けたそうだ。検査費も手術も安くはないです。私も昼の仕事と夜掛け持ちしながら手術費を貯めてましたと、費用を準備するのに苦労したそうだ。手術後は傷口も小さく目立たないし、今は全然わからないくらいですとのこと。ただ病院に行くのが遅くなり、そのため気づいた時と比べてしこりが大きくなり、高熱と激しい痛みが続いたという。それでも命はお金では変えられないし、自分で守るものです、早い治療を進めますと綴っている。若い女性の場合、胸に違和感を感じても恥ずかしい気持ちもあって、家族にも相談することをためらってしまう場合もあると誰逃れは理解を示す。私も悩みました。でもお母さんにちゃんと伝えて一緒に大学病院に行きました。母はすごく泣いてました。検査結果までの1週間がすごく長かったし、悪性でないと病院から連絡が来て、母も安心してまた泣いてましたと自身の経験を綴り、絶対にお母さんだけでも良いからちゃんと伝えて病院に行ってね、大丈夫、私も経験してるから、怖いと思うけど早く治して悩み事なくしましょうと勇気を持って検診を受けることがどれだけ大切かを説いて